おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日の全国の天気をお伝えします。千葉幕張は薄雲が広がっていますが日差しが届いていますね。それでは今日はまずは雨雲レーダーの方から見ていきましょう。こちらが雨雲レーダーの様子です。西日本に雨雲かかっている様子がわかりますね。この後西日本では雨の降るエリアがだんだんと広がっていきそうです。ここからはアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。沖縄はお天気下り坂、だんだんと雨が降り出します。九州は今日本降りの雨の一日、大きめの傘が活躍します。特に九州の南部、鹿児島や宮崎、熊本では大雨に警戒が必要です。道路の冠水や河川の増水にも注意をしてください。中国四国エリアは今雨が降っていないところもこの後だんだんと本降りの雨になります。特に高知県周辺では夜に大雨に警戒が必要になります。早めの帰宅がおすすめです。そして今日は近畿エリアでは夕方以降、東海エリアでも夜は弱い雨が降り出します。お帰りの時間に合わせて折りたたみ傘をお持ちください。今日は北陸や関東では日差しが届くもののだんだんと雲が広がります。ただ今日のうちは雨の心配は少なくなりそうです。西日本、東日本では今日は日差しが乏しく、昼間でもひんやりとするところが多くなりそうです。服装選びにお気をつけください。今日は北日本はすっきりと晴れて穏やかなお天気になります。内陸部を中心に朝晩と昼間との体感差が大きくなりますので体調を崩さないようにお気をつけください。北海道では白樺花粉の大量飛散が予想されます。対策をしっかりと行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。